くお願いします。はい、じゃあいつもの通り足元から軽く叩いていきましょう。だから、はい、お腹横に通っていいしよ。今日はもう本当に遠慮なく、ここはそうなってないのか、なんで今のはダメなのかっていうふうに聞いていただければよろしいかと思います。でないとこうおまじないしてるし、これなしよ。なんかね、なんかこうなりそうじゃん。はい、で手を変えて、で手を変えるとまた勝手が違うんです。よいしょ。とりあえず肘伸ばして、よいしょ。上からこう回すとか、はい、下からよいしょ。でけーんと言いながらやってみてください。よかった。ように。でこうスーッてへこましましたけど、こう上に引っ張り上げるような感覚、こっちは上に引っ張る、こっちは下にポッてするね、いっぺんにそれをやりながら、お尻が筋肉痛になるかもしれません。10回やります。3、はい、はい、2、3、チューブ、サラララリーラいてっとらら、ね、何回言わせたかね。先生もなんだかんだ言いながら言ってくれますよ。でも今回言わせないように したいですね、本番だから。もう一回どうぞ。何回も言われて、何回も怒られて気分悪くしましたけど、私もシュルンゲンですね。シュルンゲンじゃなくてシュルンゲン、ね、裸足のゲンじゃなくてシュルンゲンで、微濁音がわからない人はシュルンネって言ってください。ネン、シュルンネン。もうできないっていう人はもうイライラせずに諦めてシュルンネンって言った方がまだいい。おー、シュルンゲン、オムスロン、オムスロンゲン、オムスロンゲン。だから、オムは M でだね。オム、まあ、無体言わんでいいけど、スロンゲン、スロンゲン、スロンゲン。だから、そこは自分ができうる、もう最も頑張ったところを出さないといけない。これぐらい、だから私の練習がいつもこれぐらいなんですよ。だからそれ以上せない。どうぞ。ベルトはベベーってなったもんね。それがベーっとみんながパチッと揃ったら絶対すごい。じゃあ2、歌いましょう。どう、
ございます。なんだろうね、こう地図を見ちょって、あんたはどこのラーメン屋ねん、ここやって、あれめーって、なんかその、なんかその、あって、だからそう、ようやく来たんじゃなくて、この地図を見ちょって、ここやな、あれめーっていうぐらいの、なんか、そっけない感じがあってもいいんじゃないかなって気がするんですけどね。今まで私たちはちょっと情感を込めすぎてたという。2回まではできるように、はい、ワン・ツー・ワン・トー。